You're on the sky, I cross your ocean to be seen again. No matter what, let's focus on the world alone. Together now, we can get faith in the song.そうだ海まで行こうよ、ゆっくり時間をかけてさ。 First day ばかりじゃない人生、 Lazy 僕らなりのペースで期待に応えようとするよりも、君が君でいつでも君らしく先を越えてれば It's alright。 もしもそれが名もなき花だとしても、街と悪い命だとしても、隅っこだと誰かに言われても、丸い地球じゃここが真ん中さ。晴れた日には太陽を浴びて、雨の日をお揃いの傘差して、 Life to 晴れのち雨のち Lesson。 君とずっと手をつないでどこまでも行こう、つらい道も一人増えるだけで幸せになる。首をかしげてつけた罰もまっすぐ見ればプラスさ、そんなもうさ、ほら Sell as you call、 僕らを待つ日の当たる場所へ。 Hey, we don't have to itch it all the way. We can't just love another way. Can take another till the solo today. Let's make better for tomorrow. Let's shape back until the moment. A tic-tac 過ぎゆく時代にペースを満たされてしまうように。Just wanna say, no need to rush, everything's gonna be okay. Let's find a way, never to blame, no reason away. You're such a little sense, that's all I knew. So say you're in the snow, so I'm loving you. 登り坂なら手を取り合って、下り坂なら空見上げて、 Like this, 今日も雨のちのレッスン。君がいたいと四季日々続いていく、いつまでも遠くに感じる、そんな日も歩いて行こう。近道じゃなくても暗いよかった、きっといつか思える、そんなもうさ、フラットマウラズ行こう。未来を待つ日の当たる場所へ。There's a magic 道なんてないさ、 There's no 決まり事もないさ、 心が思うまま寄せては返す波のように、 Free and easy 気ままに slowly 行こうよ。 君とずっと手をつないでどこまでも行こう、辛い道も一人増えるだけで幸せになる。首をかしげてつけた罰もまっすぐ見ればプラスさ、そんなもうさ、フラッセンラズ行こう。僕らを待つ日の当たる場所へ。 Everybody's gonna be okay. Hey, it's gonna be alright. Just take it easy. You got no reason to work, you know.Hello everyone, あなたの豊島さん松本です。Yeah!ブンブンハロー YouTube できねえやっほー、松本としまさです。なんと今回からですね、声を吹き込んでみました。皆さんどうでしょう。あのですね、今までこの、ループステーションで重ねる時の動画は自分がこう自由にコメント入れてたんですけど、何を思い立ったのか、ちょっと声吹き込んでみようかな、てん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 ってなって、今いきなり入れてみてます。よかったらですね、こう皆さんもこうラジオ感覚で、聞いてくれたら嬉しいなと思うし、僕もですねあまり気張らず、楽に喋ってみたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
さて、今回ですね、平井大さんの曲をまた歌わせていただいたんですけど、今回で4週目、4週ってことは僕ね、土曜日の19時に毎週入れてるので、まあ、4週連続ってことは1ヶ月ですね。やりすぎだよって思うかもしれないですけど、まあこのコロナの状況で僕もすごいこの平井大さんの曲にたくさんこう救われたんですよね。なのでもう歌いたい曲って本当に何十曲ってあるんですけど、一旦ここで止めて、また違うアーティストさんの曲歌ったりとか、自分のオリジナルとかに行ったりとかして、また平井大さんの曲もどんどん歌っていきたいなと思います。良ければね、この曲は好きです、このアーティストが好きですとかあれば、どんどんコメントしてくれたら嬉しいなと思いますし、応援コメントでも、いいねボタン、そしてチャンネル登録もすごい励みになりますんで、よかったらよろしくお願いします。まだまだ、ね、僕まだ400人いくかいかないかぐらいしかいないんですけど、500人、1000人、5000人、1万人とね、どんどん目指していきたいなと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。それでは、なんかいきなり思い立った、第1弾豆知識、1弾目は喉が痛いときにマシュマロを食べると痛みが和らぐ、ゼラチンが喉を保護してくれるためだって。じゃあね、みんな、なんじゃこりゃ。